全体でですね94人に2500万円以上を現金を渡したということになっていてを認めた、まあ、受け取ったと,ころということを認めたですね、まあ、自治体の市長さんトップの方や、まあ、地方議会の議員の方がいいらっしゃいます、まあ、ご覧のようにですね、まあ、ここにもうちょっと載せきれないぐらいいろいろ並べてみたんですが主にこう見てみるとですねここがまあ参議院ですからこれ全部がこれ広島選挙区なんですね。 でも、これ衆議院ま河、あ、合克行容疑者は衆議院ですから、見てみるとこう衆議院のですね。小選挙区広島3区はこういう色合いになっているんですね。見るとここのですね。やはり自分の選挙区の方々にはかなり配っているなという印象があります。ま、それ以外にもですね。あるいは対抗馬であった。溝手氏のまあ。 生まれ故郷でもある地元でもある見晴らしの方にも配っているしほか、まあ、他この辺り人口の多いところにも配っているんですね。まあ、これは人、まあ、受領を認めた方々なんですがこれ以外にもですねまだ認めていないんですが渡したというふうに見られている方々のですね、えー、例えばまああの事務所がある場所つまり地盤ですねそこを調べてあの色をちょっとつけてみました。とするとこの辺もですね 東広島市含めて1,2,3,4,5と5つの市などがですねやはり入るここの方々にも配っていた、まあ、見るとですね人口がかな,かなり多いところに集中して配っているのかもしれないなということが、まあ、見えてくるような気がいたしますさてまあ渡辺さん、はい、まあ小川さんももちろん選挙を一生懸命されてきたわけですが ここういういとが今の時代に起きているということに渡辺さん正直驚くんですがどうですかいろいろ名目はです、ね、あの統一地方選挙の人中見舞いとか当選祝いとか言ってますけれども、はい、そもそも現金をです、ね、持って歩くなんていうことがしかも候補者とその配偶者がやるなんてちょっともう全時代的もいいところで、うんうん、ちょっと考えられないことですね。うん、であの何よりもですねあとやっぱりこの当選そういう思いでお金を渡したんだとしても、はい、受け取った方々が 同義的に辞められたのかつまりあの当初は受け取ってないと言ったけれども受け取ったという事実を認めて、うん、同義的な責任で言ってやめたのかそれともいわゆるこの受け取ったお金でですねいわゆる票の取りまとめですね、うん、この票の取りまとめということで例えばそれぞれの方が支援者に対して「おい今度の選挙はかわ、えー、いい案で行くぞ」と、うん、何らかの形でやったらこれはもう。 同じようにこれはもう選挙違反に問われますけどそういう方もあげた側じゃないもらった側もそうなるとそこのところは一体どうなっているのかなということとやっぱり先ほど来話しているようにこのコロナのですね対応策まあ広島県は比較的落ち着いておりますけれども例えばコロナのこの,後のですの経済回復にしても。 市長さんがこれいなくなってえあるいはもうこれ県議会もですねそういう議論どころじゃもうなくなっているだろうと,思うとか政治的にですねもう止まっちゃっているとこの罪も相当重いと思いますねですからこの後の辞任ドミノが次々に行くとやり直しの出直し選挙がえ行われることになればですね今やるべきことが全部後回しにされると大変あの広島県の有権者にしてみるとまい思すすねねそうですね小川さんもまああのかなり激しい選挙戦をずっとされてきた。 はい、これこういうことを考えられますかあるいはこれ配る側は、まあ、バレるだろうと思わないもんなんでしょうか、うん、どううですかかなんかもう時代劇でも見ているような感覚で <laughs> なるほどこの時代錯誤の甚だしさにちょっと驚いています、はい、それでただ昔、中選挙区時代って、はい、結局同じ党内でですするわけですよねまあ自民党なら自民党で派閥からお金がということは言葉と政策で戦えない場合はお金、金品に頼るという。その しき DNA がまだ生てるんでょうねおっしゃるように私驚くのが23ありましてまず河合さんの無防備さに驚くんですよこの94人3000万どこからどう問題が発覚するか分からない状況の中でこの無防備さに驚くそれからこれは配慮に見えて侮辱ですから有権者にお金を配るというのは民主主義を見下している。 その有権者を見下している行動ですからこういう行動がやっぱり政治の体質を悪化させ劣化させてだからこの今の新しい時代に全く対応できないわけですよね原始はここれ追すすべきだと思いますね安倍政権のこの1億から前田さんもまあ長い間取材もちろんあの選挙の現場も取材されたと思いますがこの実態、どうご覧になりますか。いや 今は前時代的とか時代劇のようだという話が出ていましたけどが1990年代の政治改革というのはまさしくその金がかかる選挙をやめましょうということで行われた政治改革であって、はい、そういう意味でいくと随分ここ20年以上です、ね、選挙にお金がかかるということが随分少なくなったなというのは私は体感的に思っていました。はい で実際あの昔、えー、金券まあどこで言ってもあれるの金券まる丸々と言われるような地区に行くとですね、うん、本当にあにそこの支持者の人たちが「いやあの3本だ4本だ」っていう話をするんですね。でそれって何ですかって言ったら「3億4億の金がかかった」っていうんですよ1回の衆院選とかで。でそれが今はもうあの奥の単位なんか行かないからというふうに言われたぐらいなんですけど、えー、ここで出てきたお金の話を見るとですね、えー、ちょっと。 あの時代感覚がまた戻っちゃったのかなという<れ>安倍政権がこの8年続く中で、えー、そういう意味でいくと浄化されたはずの土壌がまた戻ってしまったのかなという感じがすごくしてきます。